岡田も言ってましたけども、ポイスさんと組むときは自分の思いも本当にぶつけることができる。岡田からしますと、ポイスさんとのコンビっていうのは本当に自分の中のイメージも作れる。で、言いたいこともしっかりと僕も伝えることができる相手っていう話をしていました。ちょっとこれ痛んでますね。ですね。ガードはしてるんですが、そのわずか下ですかね。ガードのついてないところに当たった感じです ね。足の甲から足首にかけての部分でしょうか。あ、かなり痛そうです。今シーズンはライオンズ の海崎がね、自打球で骨折をするという、で結構長くかかりましたんで。いや、本当当たり度合いなんですよね。本当にこのいくら強く当たってもね、選手もやはり強いんで、はい、ケロッとした時もありますけど、もう本当にね、どうしようもない時はありますからね、心配ですね、これね。ガードの下ですね。ですね。ガードのないところ、一旦これベンチに下がって手当てをします。なかなかちょっとしっかり足踏みをできない状況、それぐらいの痛みを覚えています。こういう時は土井さん、やっぱスプレーの処理になるのか、それともテーピングになるのか、難しいですね。まあ、そうですね。ちょっとこう特にね、今骨にね、はい、当たってる感じですからね。今手当てを行っております。ファイターズにとってもこのクライマックスシリーズを見据えて、栗山監督一戦必勝、まあ、順位は3位といえども、やはりこれから先のことを考えるとね。ですね。とにかく3位で、ね、最低出るのはファイターズとしてはもうね、はい、最低のことなんですが、それ以上にいい戦いをしてクライマックスに、ね、臨みたいというのはファイターズ思ってますよね、常にね。そうですね。その中で怪我人は一番出したくないですよね。こちらにベテランの稲葉が今姿が見えます。まあ、稲葉もかつてはね、この外野手一角として素晴らしいプレイヤーでしたもんね。ですよ ね。もうね、ファイターズ、私ヤクルトの時から知ってるんですが、そうですよね。何回か対戦してるんですが、まあ、その時からもう本当にね、偉大な選手です ね。本当に偉大な選手です。42歳のシーズンです。そうか、土井さんはそうすると対戦するチャンスは本当にあったんですね。はい、あのヤクルトの時、私がちょうど横浜行った時に、何回か、対戦したことありましたね。バットスイングも早いですしね、土井さん、やっぱマウンドから見てると嫌でしょ。いやいやですね、やはり穴がない選手でしたので、まあ、特にでもファイターズに行ってからさらにちょっとこう、ピッチャーからしたら嫌さがすごい、ね、増えたかなという素晴らしい選手ですよね。難しいですかね。まあ、今無理をさせるというよりも、ちょっと大事を取った方がいい可能性もありますかね。可能性はね、そういう考えもありますよね。やってますよ、この2人が。一人出番です ね。この二人は外野を組んでました。まあ、レフト森本一人、センター新庄、ライト稲葉というね、強力な外野陣でした。あ、出てきました。痛みをこらえて容態感が出てきました。しっかりでも触れますかね、大丈夫ですかね。どうですかね。まあ、今カットボールで、カットボールというかスライダーなんですか、小石でいうボールで今当たったんですが、